どんな寝方してんのこの人。やばい。え、みゆちゃんハムスター飼ってんの？お姉ちゃんがある。お姉ちゃんって家にいんの？家にいるよ。なんで名前？真夏。ん？真夏。父ちゃんの知ってる人でハムスター小夏って人いるよ。本当に真夏？うん、真夏って。嘘でしょ。真冬ぐらいに飼い始めたの。マジで。本当だって真夏って。真冬に飼い始めたのに真夏なの。真夏だって。え？真夏だって。いやいや、もうそんな冗談やめてよ。本当だよ。じゃあ何そのハムスターの名前何？真夏ってば。分かった分かった。真夏っていう子だな。本当。でもね、メスかオスか。あ、そうなの。でも一応なんかオスみたいな。あ、真夏くんね。真夏くんじゃない。え、違うの？ちゃんなの。あ、ちゃんなの。だってお前男って言ったじゃない。男じゃないよ。え？でもわかんない。どういうこと？だってね、あの飼うときからね、わかんないってなんか店員さん。わかった。メスかオスか。あ、メスかオスか。店員さんわかんなかったの？わかんない。え、名前なんだったっけ？真夏。ね、なんでこんなん覚えてくれないの？分かった分かった。当時の知り合いで小夏って言うよ。小夏さんって。そんなに噛んだ。うん。あう。こっちに走ってきてまたあっちに走っていくみたいな。なんか死んだ首してる。うん、そこで手が出るんでしょ。さっきと同じパターン。そう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 。見なくなった。このこれの繰り返し。あっち、うん、それだ。そう。あ、それね、さっきと同じやん。同じだよ、ね、寝て待ってないからさっきと違うじゃん。噛んでる。うん。面白い。喧嘩に見える？遊びだよ。遊びを超えて喧嘩になってる。うん。負けたか。あれ、ちくわ？ちくわのは強いんだけどね。え、これちくわ？ちくわ。でもなんか色と模様が覚えてた。覚えてた。うん。うん、モモの助ね、外隣のお家に今日いると思う。じゃあ偽のモモの助。あ、偽の助知ってんの、うん、覚えてる、うん、偽の助はめったに来ないよ。そう、前あそこにちっちゃい偽モモの助がいたの。そうそうそう、めっちゃちっちゃかった。ちっちゃかったよね、もう大きくなった。あ、そう。うん、うん、大人なの。大人だよ。ちくわよりも大人だよ。え、ちくわよりちょっと早いもんね。ちくわはどっかからやってきたやつだから。ニセノスケってさ、もうさ、うん、大人になったからさ、もう旅出たんじゃない？旅にまた出てない。えたまに帰ってきてるよ、うん、シャムを見ないかな、最近は。後ろから、うん、パターンだね。
別だね。今 YouTube に。まったんだけこんな寝方してましたね。これ誰もいたずらでやったんじゃない。どうやったらこんな万歳なの。セットしてる。セット。それも高三だよ、高三。それとも、もしかしてあれ、選挙で買ったの。ラーメンだ。セット。おめでとう。バダーイ。バダーイ。こうか。寝てますね、この人。行ってこ。